な色の空は見たことがねえ。全部リリスとアンラマイユの仕業なのか。リリスはこの塔を星の世界への架け橋となる祭壇と言っていました。ゲートを開くのはアンラマイユ。この塔はおそらくその補助を行うものなのでしょうね。ゲートを生み出した光は頂上から出ていました。塔の頂上を目指しましょう。妙なもん作り出しやがって。このまま放置はできねえ。リリスを追うぞ。よいしょ。なんだこいつは、いきなり現れたが。あれはアンラマイユの一部です。てことはやっぱりただじゃ通してくれねえってわけか。増えたぞ。小さいが、これもアンラマイユ。こっちは実体があるみたいです。とりゃ空間に穴開いてるぜ。小さいアンラマイユを倒した影響か。うわ、穴に飲み込まれた。さっきと同じ場所に見えるけど何か様子が違うわ。ねえ見てちょうだい。さっきの分体が実体化しているわ。穴の中だと攻撃できるってわけか。やってみるとしようや。だが真っ暗で進むのは難しそうだな。もう一度穴に入る。元道を塞いでいたやつは消えてるぜ。これで先に進めそうだな。通常の空間から干渉できないなんて、アンラマイユの門の力の一端なのかしらね。だがこの場は突破できた。攻略の糸口がつかめたと思っていいだろう。やったやっ。何かな。これはなかなか。また出たぜアンラマイユの分体がよ。さっきと同じようにやってみようや。まず小さいのが出てきたらそいつをぶっ壊すんだ。何か出てきやがったぞ。今度は何だ。人の攻撃この形をしたもの。これもアンラマイユの力だ。この空間の薄暗い場所は多少踏み入れると危ないかもしれないわ。人が活動できない領域。やった、これで通れるわ。やれやれ、道を開けさせるだけで一苦労だぜ。よいしょ。シェロちゃんも応援してます。セーブ完了です。くれぐれもお気をつけて。待ってください、この気配は少女でも何か違うような。アンラマイユの他にも聖少女がいる。何かな。うん、でもこの感じはありえないはずなのに。何やら普通じゃねえようだな。決まっていくぞ。
話は後だ。まずはこいつを倒す。ミノさん、ありがとうございます。抜け抜けとこの野郎。細かいことは後で聞かせてもらうぜ。注意してくれ。ルリア、下がっている。はい。まるで嵐の中だ。手も足も出ねえぞ。今は耐えません。反撃の機会は必ず来るわ。攻撃がどんどん激しくなってくる。みんな頑張ってくれ。フラカーンはこっからが本番だったな。とことんまで相手してやる。ルリアは少女の中に入って大丈夫なの。そうはさせるか。やってくれるじゃん。走れ走れ、飲み込まれんなよ。流されんなよ。どうだ、やってくれるみたいだね。今よ、全力で攻撃しましょう。あと一押しか。あいつ持ち直したぜ。気をつけろ。こっちは大丈夫だ。しかし、あいつはどうする？井戸さん！井戸さんも、リリスさんを止めたいんですよね。私、そばで見ていて思ったんです。井戸さんにとってリリスさんは、大切な人なんだろうなって。大切な人がいけないことをしようとしてたら、止めたいって思うはずです。母上は、リリスは誰も望まないことをなそうとしている。俺はリリスを止めなければならない。これは俺の責任でもある。一時休戦だね。リリスを止めるってんなら目的はオイラたちと同じだろ。だったら一緒に行こうぜ。俺はお前たちの敵だった。許されないことも。でも最後は守ってくれました。昨日の敵は今日のって言うだろ。わかった。共にリリスを止めよう。よろしく頼む。よろしくな、リド。ああ、もうちょっと愛想よくはできないのかしら。すまない。ねえ、リリスって井戸のお母さんなんだよね。くれぐれも
ないのか。その母に剣を向けることになるか。覚悟の上だ。どんだけ割り切ったつもりでも難しいもんだぜ、親子の間柄ってな。そうかもしれない。だが俺の手で決着をつけたいんだ。親の過ちを正すのはこの責任ということか。ならば君の思いを尊重し信用もしよう。そういえばイド、あなたと戦った時に見せたあの異様な姿は何だったの？オイラも気になってたの。尻尾まで生やしてまるでトカゲみてえだったし。いい感じ。トカゲではない。あれは俺に宿る竜の力の一端らしい。幼い頃から訓練され、力の扱い方をリリスに教わった。守るための力になると自分を納得させてきたが、最初見た時は驚いたがよ。今度はその力でリリスをぶっ飛ばしてくれりゃいいさ。あの、イドさん。なんだ。お礼を言わせてください。教団に捕まっていた時私を守ってくれたこと。礼など、そもそもルリアをさらった。そうなんですが、私がこうして戻ってこられたのは井戸さんがみんなに協力してくれたからです。リリスに囚われたままだったらもうこの世界からいなくなっていたかもしれません。そうか。次はきっと。ほほう、また出やがった。井戸、これはアンラマンユの一部らしい。まずは小さい部隊を破壊する。分かった。続いて私が決めよう。登るしかない。この塔よっ、スキーテイブ。とりゃあそこだ。アーマーブレイク。こいつでどうだ。よっ、とりゃせばいい。そうか、さっきの黒いブラックアンも影だったんだ。あれはこの空域を漂う力と気迫の影。それはつまり、いい感じ、聖少獣の偽物のようなものということだろうか。うん、ここは空間が揺らいでいるから、その影響で生まれてきたんだと思う。影のように聖少獣そのものを投影するなんて、ね、この塔がそれだけ大それた代物であるということかしら。試合がてんこ盛りじゃねえか。おっそ分けしてくれよ。なんだなんだ、今度はあいつが標的ってか。そのようだな。であればそれ以上なく心強いな。どうだ。協力してくれてるのよね、多分。頼んだ。見てて。
援護を受けることになるだ。助かったぜ。無駄だ。崩れた。動けねえうちにありったけを叩き込むぞ。ご来社、助かる。未熟せえな、イドモ。こんな面白いとこ来んなら一声かけろや。そうだな。オラオラオラ、お前らも気合い入れてけよ。もう全部あいつ一人に任せとけばいいんじゃねえか。なんだあの氷のトゲは。まだ奥の手を隠してやがったか。何だか戦った方がいいぜ。ありがとう、ルリア。よし、行こう。打ちかわす。ほら、優先して破壊しよう。そうでなければ本体を叩くぞ。気をつけろ。違うだろう、挑もう。こうすんだよ。なるほどな。はちゃめちゃかよ。動きをよく見て対処。警戒しろ、仕掛けてくるぞ。そろそろ頃合いか。ここらで蹴りつけようや。出てくれや。リド、君はあの教団の中にいて、なぜあそこまでルリアを守ることに向き合った？初めはただの命令だった。救世のためにルリアを守れと。その目的はルリアちゃんを使い、各地の聖少女の力を吸い上げ、アンラマンユの封印を解き、リリス自身の身勝手な願望を叶えるために同調しない他者すべてを犠牲にしようとしている。母を信じて尽くした人生、救世のためにと練り上げてきた誰かを守るための力、そのすべてはリリスの嘘を手助けするためのもので、なかなか俺の心のありようも無意味だったと思うと。よし、許せなかった。だから今度こそ自分の中の本当を信じてみたくなった。ルリアを守り抜くことでそれが証明できるはずだから。嫌な静けさ。よいしょ、よっ、おお、
何かに使える。おいおい、今度は何だ。下の方から不気味なドロドロがせり上がってきてるぞ。何かわからねえが飲まれたらまずいんだろうな。触る気も起きねえがよ。この気配、フォンダームの星小獣が。おい、冗談きついぜ。こんな状況じゃ戦えねえぞ。行き止まりだと。呼びません。あ、お前は。安心するのはまだ早いですわ。来ますわよ。と言ったな。どういう風の吹き回しだ。共闘してくれるのはありがてえがよ。お前さんも試合しに来たのか。もっと将軍と一緒にしないでくださいまし。これは私たちの誇りの問題。我ら鋼の一族を退けた強者にこのような場所で果てられては夢見が悪いです。敵となると恐ろしいが、見事な剣の舞だ。これほどの魔剣の使い手は初めて見た。賞賛はありがたく受け取りました。ですがまだこんなものではありません。鋼の相手は空を救う一助となるものだ。惜しみなく披露いたしましょう。決める。アセンション。さて、次に行こうか。マギロ、感謝する。久方ぶりにその呼び方を聞きましたが、心境の変化があったようですね。マギロこそ、ここですね。石神様の願物ってはいえ、踊り舞いもあります。攻撃を続けろ。このまま行けば倒せるはずだ。この一撃で終わりだ。頑張ってください。集中しろよ。警戒しよう。いよいよ山田です。皆さん派手に行くぜ。なさいませぬよう。これはメンツの問題ですから、感謝などいただかなくても結構。それではごきげんよう。なんとか命拾いしたな。マギラ・フリラが来なきゃ今頃溺れちまってたぜ。あそこから出られそうだ。行こう。頭上が開けてきたな。もうすぐ頂上か。やっぱり気に食わねえ色してるぜあの空。こんなの喜んでるの
イリスだけよ。最後の戦いになるだろう。準備は万全にな。登山くれぐれもお気をつけて。ふにゃ、見ろよあれ。星の世界のゲートね。間近で見るとなんて禍々しいの。ゲートそのものに善悪や聖者の性質はないはずだけれど、それにしても気分の悪い景色ね。ローラン殿が言っていた。あのゲートが完全に開けばこの空は破壊されると。必ず止めねば。私に同調さえしていれば、このような目に遭わずに済んだものを。そもそも同胞と争うこと自体が不毛。理解しかねますよ、本当に。ローラさん！おお、巫女。またあなたの顔が見られるとは。救済の時は本当にもう間もなく。つがいと共に見届けてください。イード、まさかほだされたと。はあ、失望しましたよ。この空を犠牲にして門を開くなんて、そんなことはさせません。空はな、お前が思うほどちっぽけなもんじゃねえんだ。お前一人のわがままで簡単に壊されてたまっかよ。イスタルシアへいたり、すべての世界を理想郷へ誘う、この素晴らしい導きが理解できないとは。はあ、あなたたちにはつくづく同情します。同情すんのはてめえの勝手だがよ。この空を犠牲にした理想郷なんざこっちから願い下げだ。はあ、ことここに至り同意を得られないならば是非に及ばず。死の安らぎを授けることにしましょう。救済救済とうるせえってんだ。こいつらはそんなもんに望んでねえんだよ。イード、私にため息などつかせないでください。今ならばまだ間に合いますよ。その者たちを倒し私に謝罪を。断る。俺の話を。対局を見るのだ。何が重要で、何が優先されるべきか。アンラマンユを私の中に吸収できれば。無駄ですよ。アンラマンユのコントロールを完全に掌握しています。アストライオスの力を少し分けてもらいましょう。同胞のよしみで協力してください。クソ、待ってろよローラン。今助けてやっからな。救済を受け入れざるは罪。不信の富士天罰。届き者たちに死すら生ぬるい。そんな。
しだ。この調子でいくぜ。了解だ。行くぞ団長。再生させなければならないようですね。本当に手間をかけさせてくれる。お見せしよう。このままでは、ありえない。一体なぜ。微小な空の民風情のどこにこれほどの力が。おい見ろ、ゲートが閉じていくぞ。このまま終わらせるわけにはいきません。かくなる上は。魂が汚れるのでこの手は使いたくありませんでしたもん。力の流れは聖少獣と融合しようとしている。星の民の尊厳を捨ててまで己の命をつなぐというの。門を司る聖少獣アンラマンユ、その力一切合切を我に委ねよ。このリリスに行使せしめ。進行しています。どうしてここまでしてそれほどにこの世界を打ち捨てたいのか。すごい数の影よ。数に圧倒されるな。目の前の奴から倒していくんだ。この一撃で青の剣で、これじゃ目の前に近づけません。時間を稼ぎます。皆さん僕のそばへ集まってください。何かいい策があるのか。ノーランのそばに行くぞ。
だな。その声、ザスマか。ふん、かっこつけに来たぞ。うぬらの船を届けに来た。帰るときに必要だろうと思ってな。賑やかな舞踏会ですこと。私たちもご一緒させていただきましょう。紡いだ空の絆、今こそみんなの思いを束ね力に変える時です。うん、お前らに死なれちゃ試合の続きが楽しめねえからな。ここが正念場ですわよ。しっかりなさいませ。うぬらの思いに我らも応えよう。一発100万ルピーだ。それがどうした。あいつらは命かけて戦ってんだ。前段ぶちまけりゃいいんだよ。絆の力か。これならば見せてやろうぜ団長。空の民の意地ってやつを。同調しない者に天罰を。強敵だな。期待に応えるな。ここ一番バシッと決めてやろうぜ。空に世界を救おうぜ。俺たちの意地を見せろ。今日ばかりは景気なんだ。気にすんな。勝手んな親に。細かな命令でもは我らが引き受ける。本命はうぬらに任せる。いいねいいね。無限に楽しめそうだ。花サネ衆一体の名にかけて、ここを知りたくわけには参りません。影の群れは彼らに任せよう。我々はリリスを叩く。気合い入れてくぞ。わかりました。見えているでしょリリス。空の人々の思いの力とその輝きを僕たちが空の世界に至った目的は思いの力の研究。この輝きこそが追い求めていたものなのです。あなたの研究はやがてエスカレートし自分自身への信仰を植え付けるようになっていった。いつしかアビア卿はあなたの私兵の集まりとなり、今ではゼーガグランテを実効支配するに至っている。信仰の力の証明として人々の思いを利用し己を神と居並ぶ存在に仕立て上げる。それがあなたの理想郷計画。かつての計画とはまるで程遠いものだ。強烈な事故はやもはや星の世界にとっても脅威です。絶対にイスタルシアに渡らせるわけにはいかない。きっちり送り進み、こいつのような伊達に年食っちゃいねえからな。決めちゃって。わかりました。
出てきたぜ。また影を呼ばれると厄介だな。現れた軍隊の方を先に破壊しましょう。迷っている時間はありませんよ。この攻撃をかいくぐりながらか。やるしかない。どうだこっちしょ。俺が空の民の意地ってもいいよ。
母上、罪を償おう。俺と一緒にみんなを、この空を犠牲にするなんて間違っていたんだ。きっとまだ間に合う。イド、俺が何とかする。だからごめんなさい、ごめんなさい。今まで黙っていてごめんなさい。え？私と一緒に全てやり直しましょう。器に封じられし黒銀の翼よ、目覚めなさい。今こそ空を引き裂き、世界に破壊と再生をもたらせ。資源の竜、闇の炎の子。それは、バハムート。イドさん、イド、なんて美しい姿。その翼を持って全てを灰にしてしまいなさい。あなたの美しい白髪のように。そして次の巡りでこそ我が使命果たしてみせましょう。私が救ってあげましょう。いささか早計でしたか。よもや次元干渉に感づかれるとは。星の意志に抗う忌々しい翼よ。今はこの子の中で一時の眠りについてもらいます。さあ支度しましょう。星に帰る旅の真の始まりを。さあ始めましょう、最後の試練を。